中島敦史作我が西遊記より五条出世。その頃龍佐賀の川底に住んでおった化け物の総数およそ13,000。中で彼ばかり心弱きはなかった。彼に言わせると自分は今までに9人の僧侶を食った罰で、それら9人のシャレ神戸が自分の首の周りについて離れないのだそうだが、他の化け物らには誰にもそんなシャレ神戸は見えなかった。見えない、それはお前の気のせいだと言うと、彼は信じがたげな目で一同を見返し、さてそれからなぜ自分はこうみんなと違うんだろうといったふうな悲しげな表情に沈むのである。他の化け物らは互いに言いおうた。あいつは僧侶どころかろくに人間さえ食ったことはないだろう。誰もそれを見たものがないのだから、船や雑魚を取って食っているのなら見たこともあるなと。また彼らは彼にあだなして独言五条と呼んだ。彼が常に事故に不安を感じ、身を切り刻む後悔に苛まれ、心の中で反芻される、その悲しい自己呵責がつい独り言となって漏れるがゆえである。遠方から見ると小さな泡が彼の口から出ているに過ぎないような時でも、実は彼がかすかな声でつぶやいているのである。俺はバカだとか、どうして俺はこうなんだろうとか、もうダメだ俺はとか、時として俺は堕天使だとか。当時は妖怪に限らずあらゆる生き物は全て何かの生まれ変わりと信じられておった。五条がかつて天上界で霊照殿の牽連大将を務めておったとは、この川底で誰言わぬものもない。それゆえすこぶる懐疑的な五条自身もついにはそれを信じておるふりをせねばならなんだが、実を言えば全ての化け物の中で彼一人は密かに生まれ変わりの説に疑いを持っておった。天上界で500年前に牽連大将をしておった者が今の俺になったのだとして、さてその昔の牽連大将と今のこの俺とが同じものだと言っていいのだろうか。第一俺は昔の天上界のことを何一つ記憶してはおらん。その記憶以前の牽連大将と俺とどこが同じなんだ。体が同じなのだろうか、それとも魂がだろうか。ところで一体魂とは何だ。こうした疑問を彼が漏らすと、化け物どもはまた始まったと言って笑うのである。ある者は長老するように、ある者は憐憫の面持ちを持って、病気なんだよ、悪い病気のせいなんだよと言った。事実彼は病気だった。いつの頃からまた何が元でこんな病気になったか、五条はそのどちらをも知らん。ただ気がついたらその時はもうこのような厭わしいものが周囲に重々しく立ち込めておった。彼は何をするのも嫌になり、見るもの聞くものが全て彼の気を沈ませ、何事につけても自分が厭わしく自分に信用が受けるようになってしもうた。何日も何日も洞穴にこもって食を取らず、ぎょろりと目ばかり光らせて彼は物思いに沈んだ。不意に立ち上がってその辺りを歩き回り、何かブツブツ独り言を言い、また突然座る。その動作の一つ一つを自分では意識しておらんのである。どんな点がはっきりすれば自分の不安が去るのか、それさえ彼にはわからないんだ。ただ今まで当然として受け取ってきた全てが不可解な疑わしいものに見えてきた。今までまとまった一つのことと思われたものがバラバラに分解された姿で受け取られ、その一つの部分部分について考えているうちに全体の意味が分からなくなってくるといった風だった。
医者でもあり先生師でもあり祈祷者でもある一人の老いた魚の化け物がある時五条を見てこう言った。やれ板橋や、因果な病にかかったものじゃ。この病にかかったが最後100人のうち99人までは惨めな一生を送らねばなりませぬぞ。元来我々の中にはなかった病気じゃが、我々が人間を食うようになってから我々の間にもごくまれにこれに侵されるものが出てきたのじゃ。この病に侵されたものはな、すべての物事を素直に受け取ることができぬ。何を見ても何に出ようてもなぜとすぐに考える。究極の正真正銘の神様だけがご存知のなぜを考えようとするのじゃ。そんなことを思うては生き物は生きてゆけぬものじゃ。そんなことは考えぬというのがこの世の生き物の約束ではないか。ことに始末に困るのはこの病人が自分というものに疑いを持つことじゃ。なぜ俺は俺を俺と思うのか。他のものを俺と思うても差し支えなかろうに俺とは一体何だ。こう考え始めるのがこの病の一番悪い兆候じゃ。どうじゃ、当たりましたろうがの。お気の毒じゃが、この病には薬もなければ医者もない。自分で治すより他はないのじゃ。よほどの機縁に恵まれぬ限りまずあんたの顔色の晴れる時はありますまいて。化け物の世界にあっては体と心とが人間の世界におけるほどはっきりと分かれてはいなかったので、心の病は直ちに激しい肉体の苦しみとなって五条を責めた。耐え難くなった彼はついに意を決した。この上はいかに骨が折れようと、またいかに行く先々で愚弄され笑われようと、とにかく一応この川の底に住むあらゆる賢人、あらゆる医者、あらゆる先生師に親しくあって、自分に納得のいくまで教えを請おうと。彼は粗末な直筆を待とうて出発した。最初に五条が訪ねたのは国蘭道人とて、その頃最も高名な剣術の大家であった。あまり深くない水底に累々と岩石を積み重ねて洞窟を作り、入り口には社月三省堂の額がかかっておった。庵主は御免人心、よく剣術を行うて存亡自在、冬雷を起こし夏氷を作り、鳥を走らしめ獣を飛ばしめるという噂である。五条はこの同人に三月仕えた。剣術などどうでもいいのだが、剣術を良くするくらいなら新人であろうし、新人なら宇宙の帯同を得得していて、彼の病を癒すべき知恵をも知っていようと思われたからだ。しかし五条は失望せぬわけにいかなかった。洞の奥で巨豪の背に座った国蘭道人も、それを取り囲む数十の弟子たちも、口にすることといえば全て身辺不可思議の法術のことばかり。またその術を用いて敵を欺こうの、どこそこの宝を手に入れようのという実用的な話ばかり。五条の求めるような無用の施策の相手をしてくれる者は誰一人としておらなんだ。結局馬鹿にされ笑い者になった挙句、五条は三省堂を追い出された。次に五条が行ったのは社交因子のところだった。これは年を経たエビのせいですでに腰が弓のように曲がり、半ば川底の砂に埋もれて生きておった。五条はまた三月の間この老因子に辞して身の回りの世話を焼きながら、その深奥な哲学に触れることができた。老いたるエビのせいは曲がった腰を五条にさすらせ、深刻な顔つきで次のように言うた。世はなべてむなしい。この世に何か一つでも良きことがあるか。
もしありとせば、それはこの世の終わりがいずれは来ることであろうことだけじゃ。別に難しい理屈を考えるまでもない。我々の身の回りを見ればよい。絶えざる変転、不安、懊悩、恐怖、幻滅、闘争、倦怠、まさにこんこん、まいまい、ふんふん、じゃくじゃくとして帰するところを知らん。我々は現在という瞬間の上にだけ立って生きている。しかもその足元の現在は直ちに消えて過去となる。次の瞬間もまた次の瞬間もその通り。ちょうど崩れやすい砂の斜面に立つ旅人の足元が一足ごとに崩れ去るようだ。我々はどこに休んじたらよいのだ。止まろうとすれば倒れぬわけにいかぬゆえ、やむを得ず走り下り続けているのが我々のせいじゃ。幸福だと？そんなものは空想の概念だけで、決してある現実的な状態を言うものではない。儚い希望が名前を得ただけのものじゃ。五条の不安げな面持ちを見て、これを慰めるように院士は付け加えた。だが若い者よ、そう恐れることはない。波にさらわれる者は溺れるが、波に乗る者はこれを越えることができる。この浮い天辺を乗り越えて不衛不動の境地に至ることもできぬではない。古の新人はよく是非を超え、善悪を超え、我を忘れ物を忘れ、不死不傷の域に達しておったのじゃ。が昔から言われておるように、そういう境地が楽しいものだと思うたら大間違い。苦しみもない代わりには、普通の生き物の持つ楽しみもない。無味無色、まことに味気ない牢のごとく、砂のごとしじゃ。五条は控えめに口を挟んだ。自分の聞きたいと望むのは、個人の幸福とか不動心の確立とかいうことではなくて、自己および世界の究極の意味についてであると。院士は目やにのたまった目をしょぼつかせながら答えた。自己だと？世界だと？自己を他にして客観世界などあると思うのか。世界とはな、自己が時間と空間との間に投射した幻じゃ。自己が死ねば世界は消滅しますわい。自己が死んでも世界が残るなどとは俗も俗、甚だしい偏見じゃ。世界が消えても正体のわからぬこの不思議な自己というやつこそ依然として続くじゃろうよ。五条が仕えてからちょうど90日目の朝、数日間続いた猛烈な腹痛と下痢の後に、この老院者はついに倒れた。かかる醜い下痢と苦しい腹痛とを自分に与えるような客観世界を自分の死によって抹殺できることを喜びながら、五条は年頃に後を飛ぶらい、涙とともにまた新しい旅に登った。流砂河と牧水と積水との落ち合うところを目指して五条は北へ旅をした。夜は足間に仮根の弓矢を結び、朝になればまた果て知らぬ水底の砂原を北へ向かって歩み続けた。楽しげに銀鱗を翻す色くずどもを見ては、何故に我一人かくは心楽しまぬぞと思いわびつつ、彼は毎日歩いた。途中でもめぼしい同人修験者の類は余さずその門を叩くことにしていた。賢人たちの説くところはあまりにもまちまちで、彼は全く何を信じていいやらわからなかった。我とは何ですかという彼の問いに対して、一人の賢者はこう言った。まず吠えてみろ。ブーと鳴くならお前は豚じゃ、ギャーと鳴くようならガチョウじゃと。他の賢者はこう教えた。事故とは何ぞやと無理に言い表そうとさえしなければ、自己を知るのは比較的困難ではないと。いわく、目は一切を見るが自らを見ることができない。我とは所詮
我の知るあたわざるものだと。別の賢者が説いた。我はいつも我だ。我の現在の意識の生じる以前の無限の時を通じて我と言ったものがあった。それを誰も今は記憶していないが、それがつまり今の我になったのだ。現在の我の意識が滅びた後の無限の時を通じてまた我というものがあるだろう。それを今誰も予見することができず、またその時になれば現在の我の意識のことを全然忘れているに違いないが、と。次のように言った男もあった。一つの継続した我とは何だ。それは記憶の影の体積だよと。この男はまた五条にこう教えてくれた。記憶の喪失ということが俺たちの毎日してることの全部だ。忘れてしまっていることを忘れてしまっているゆえ、いろんなことが新しく感じられるんだが、実はあれは俺たちが何もかも徹底的に忘れちまうからのことなんだ。昨日のことどころか一瞬間前のことをも、つまりその時の近く、その時の感情も、何もかも次の瞬間には忘れちまってんだ。それらのほんのわずか一部のおぼろげな複製が後に残るに過ぎないんだ。だから五条よ、現在の瞬間ってやつはなんと大したものじゃないかと。さて、5年に近い遍歴の間、同じ容体に違った処方をする多くの医者たちの間を往復するような愚かさを繰り返した後、五条は結局自分が少しも賢くなっていないことを見出した。賢くなるどころか、何かしら自分がふわふわした自分でないようなわけのわからないものになり果てたような気がした。昔の自分は愚かではあっても、少なくとも今よりはしっかりとした、それはほとんど肉体的な感じで、とにかく自分の重量を持っていたように思う。それが今はまるで重量のない吹けば飛ぶようなものになってしまった。外からいろんな模様を塗りつけられはしたが、中身のまるでないものに。こいつはいけないぞと五条は思った。試作による意味の探索以外にもっと直接的な答えがあるのではないかという予感もした。五条の肉体はもはや疲れ切っていた。ある日、彼はとある道端にぶっ倒れ、そのまま深い眠りに落ちてしまった。まったく何もかも忘れ果てた昏睡であった。彼はこんこんとして幾日か眠り続けた。空腹も忘れ、夢も見なかった。ふと目を覚ましたとき、何かあたりが青白く明るいことに気がついた。夜であった。明るい月夜であった。大きな丸い春の満月が水の上から差し込んできて、浅い川底を穏やかな白い明るさで満たしているのである。五条は熟睡の後のさっぱりした気持ちで起き上がった。途端に空腹に気づいた。彼はその辺を泳いでいた魚類を五六尾手づかみにしてむしゃむしゃ頬張り、さて腰に下げた福部の酒をラッパ飲みにした。うまかった。ごくりごくりと彼は音を立てて飲んだ。福部の底まで飲み干してしまうといい気持ちで歩き出した。底の真砂の一つ一つがはっきり見分けられるほど明るかった。水草に沿うて絶えず小さな水縄の列が水銀球のように光り、揺れながら登っていく。時々彼の姿を見て逃げ出す小魚どもの腹が白く光っては青緑の影に消える。五条は次第に当然としてきた。柄にもなく歌が歌いたくなり、すんでのことに声を張り上げるところだった。その時、ごく遠くの方で誰かの歌っているらしい声が耳に入ってきた。彼は立ち止まって耳を澄ました。その声は
水の外から来るようでもあり、水底のどこか遠くから来るようでもある。五条はその場に腰を下ろして、なおもじっと聞き入った。青白い月光に染まった透明な水の世界の中で、単調な歌声は風に消えてゆく狩りの角笛の音のように細々といつまでも響いていた。寝たのでもなく、さりとて覚めていたのでもない。五条は魂が甘くうずくような気持ちで呆然と長い間そこにうずくまっていた。そのうちに彼は奇妙な夢とも幻ともつかない世界に入っていった。水草も魚の影も突然と彼の視界から消え去り、急に得も言われぬ蘭蛇の匂いが漂ってきた。と思うと、見慣れぬ二人の人物がこちらへ進んでくるのを彼は見た。前なるは手に尺状をついた一癖ありげな異常婦、後ろなるは頭に宝珠洋楽をまとい、頂に肉系あり、妙想探言、ほのかに円光を覆っておられるは何様ただ人ならずと見えた。さて、前なるが近づいていった。我は宅刀天皇の二大使黙者絵画、これにいますはすなわち我が師父南海の観世音菩薩摩訶薩じゃ。天竜夜叉剣達馬よりアシュラカルラ金奈ラマモラカ人否認に至るまで等しく憐れみを垂れさせたもう我が師父にはこの度南寺五条が苦しみを見そなわして、特にここに下って得度したものじゃ。ありがたく受けたまわるがよい。覚えず頭を垂れた五条の耳に美しい女性的な声、妙音というか盆音というか会長音というか、それが響いてきた。五条よ、明らかに我が言葉を聞いてよくこれを思念せよ。身の程知らずの五条よ、いまだ得ざるを得たりと言い、いまだ明かしせざるを称せりというのをさえ、世尊はこれを増上慢とて難ぜられた。さすれば称すべからざることを称せんと求めた汝のごときは、これを至極の増上慢と言わずして何と言おうぞ。汝の求むるところはあらら感も白紙物もいまだ求むるあたわず、また求めんともせざるところじゃ。哀れな五条よ、いかにして汝の魂はかくも浅ましき迷路に入ったぞ。生還を得れば上後立ちどころになるべきに、汝真相類列にして邪感に陥り、今この三途無量の苦悩に遭う。思うに汝は感想によって救わるべくもないがゆえに、これより後は一切の思念を捨て、ただただ身を働かすことによって自らを救おうと心がけるがよい。時とは人の働きのいいじゃ。世界は外観による時は無意味のごとくなれども、その細部に直接働きかける時、初めて無限の意味を持つのじゃ。悟空よ、まずふさわしき場所に身を置き、ふさわしき働きに身を打ち込め。身の程知らぬなぜは口語一切打ち捨てることじゃ。これをよそにして汝の救いはないぞ。さて、今年の秋、この流砂川を東から西へと横切る三人の僧があろう。西方金前長老の生まれ変わり玄奘法師とその二人の弟子どもじゃ。
唐の大宗皇帝の任命を受け、天竺国大雷音寺に大乗三蔵の神行を取らんとて赴くものじゃ。五条、何時も現状に従うて裁縫に赴け。これ何時にふさわしきところにして、また何時にふさわしき務めじゃ。道は苦しかろうが、よく疑わずしてただ務めよ。現状の弟子の一人に悟空なるものがある。無知無識にしてただ信じて疑わざるものじゃ。何時は特にこのものについて学ぶところが多かろうぞ。五条が再び頭を上げたとき、そこには何も見えなかった。彼は呆然と皆そこの月明かりの中に立ち尽くした。妙な気持ちである。ぼんやりした頭の隅で彼は次のようなことを取り留めなく考えていた。そういうことが起こりそうなものにそういうことが起こり、そういうことが起こりそうな時にそういうことが起こるんだな。半年前の俺だったら今のようなおかしな夢なんか見るはずはなかったんだがな。今の夢の中の菩薩の言葉だって考えてみりゃ上司や求善年始の言った言葉とちっとも違ってやしないんだが、今夜はひどく身に応えるのはどうも変だぞ。そりゃ俺だって夢なんかが救いになるとは思いはしないさ。しかしなぜか知らないが、もしかすると今の夢のお告げの逃走とやらが本当にここを通るかもしれないというような気がして仕方がない。そういうことが起こりそうな時にはそういうことが起こるものだというやつでな。彼はそう思って久しぶりに微笑した。その年の秋、五条は果たして大唐の玄奘法師に知遇したて祭り、その力で自ら出て人間となり変わることができた。そうして勇敢にして天真爛漫な青天体操孫悟空や怠惰な楽天家天保元帥長能と共に新しい遍歴の途に上ることとなった。しかしその途上でもまだすっかりは昔の病の抜き切っていない五条は依然として独り言の癖をやめなかった。彼はつぶやいた。どうも変だな、どうも腑に落ちない。わからないことを強いて尋ねようとしなくなることが結局わかったということなのか。どうも曖昧だな、あまり見事な脱皮ではないな。どうもうまく納得がいかぬ。とにかく以前ほど苦にならなくなったのだけはありがたいが。